はい、皆さんこんにちは、ワンダルイルフィッシュです。では今回は大氷試練5明智水泳プレイの続きをやっていきたいと思います。早速表情始まりますので、まずは登場していきましょう。実は魚津城を攻め落としてまして、魚津城攻略後の表情になります。信玄からは今月は調略を行いたいという意見が出ていますが、こちらはね、合戦を行うと提案していきましょう。もちろん合戦の相手は謙信ですね。もう謙信も虫の息まで来てますから、ここは一気に謙信をね、滅ぼしましょう。うん、退けられましたね、残念。であればこちらはいつもの京都に行って外交でもしておきましょうか。では忘れないうちに早速京都の方に足を伸ばしちゃいましょう。であとですね、一応合戦を繰り返している中でいくつか札を獲得しています。まず赤備え突撃、これを獲得しました。これは騎馬指示ですね。馬屋さんのところに行って指示を仰いで赤備え突撃を獲得しています。あと足軽の連達者、まあ、これは単なる称号になりますが、これも獲得しています。であとですね、手に入れたもので言うと地匠っていうものを手に入れました。これによって統率がプラス10、これですね、統率プラス10、これかなり大きいかなと思います。なので能力的にもね、相当上積みが図られたという状態ですね。統率に関しては99プラス10、半端ないね。さあでは今日の方に移動します。剣豪でもあり地匠でもある、ほぼ完璧だな。では京都に入り、まあ、いつものように公家宅を回って茶を行った後に口添えをお願いしましょう。この流れはいつもの流れですね。まあ、3000貫でいいでしょう。3300貫。この300貫の上積みが意味があるのかどうか。わずかに認められた。わずかか。では、座に寄って大港経由で帰りましょうか。まあ、茶でも買って、これを大港で売りさばきます。あとせっかくここまで来てるので堺にも足を伸ばしますか。堺を経由して、そうだな、大港に寄って帰りましょう。堺では天文寺屋によって茶席を行っておきます。で、大港に移動しましょう。この辺りはいつものパターンといえばパターンですね。もうこの光秀に野党が寄ってくることもないでしょう。では、茶を売りさばきます。そしたら勘助、山本勘助のところに行って、ちょっと技能指示を仰いで時間を潰しましょう。というわけで、まずはつつじヶ崎館に帰りましょう。家康のもとによるのもね、いいんですけどね、駿府の。まずは途上して報告だけ先に済ませます。で、武家宅行って勘助、勘助はね、やっぱり強いんですよね。さて、では技能指示、足軽から。何、もう何もない。軍学は軍学もない。建築は建築もない。いやー、勘助から全てを学び取ったな。よしよし。では馬屋に行って技能指示仰いでおきましょう。もう一回いけるかな、20日間だと。レンちゃん
いいね。騎馬鉄砲。さて、これでもう次の表情が来るので家に帰って寝ましょう。で、その後また表情に出ますね。薬も飲んでおこう。もう世の中ね、コロナ一色ですけどね、もうこんな薬で体力満タン回復しましたけど、いわゆるワクチン的なものはね、1年ぐらいはかかるんじゃないかと言われているので、まあ、当然収束までにそれくらい時間がかかってしまいそうですよね。みんな平凡、力不足なので、ここで1位になりたい。よし、では今回こそ合戦に出ましょう。誰が出る？信玄自ら出陣か。さあ、ではこれでね、謙信の息の根を止めにかかりましょう。では合戦になります。どれほどの兵が敵にいるか、もう大していなそうですね。であればこのまま簡易戦闘で終わらせましょう。何？敵の援軍が来るか。ここは敵の援軍を撃破して再び城攻めに戻りましょう。いや、それなりの数だな、敵の援軍も。ではここは一気に合戦進めていきます。では城の攻略完了しました。先行は信玄が1位か。さすがだな。どん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 武勲を上げて、まずは家老にまで上りたいですからね。今武将なので、このあと家老までまだまだ武勲が足りないという状況です。さて、では体力を回復して、その後はまた旅に出ましょうか。ただ表情まであと16日しか残っていないのであれば、先に休養を表情までして、表情まで進めちゃいましょう。光秀もだいぶ強くなってますからね。では登場していきます。今月も合戦か。1万6000で出陣ですね。信門が出るんだな。信玄ではない。このまま謙信を一気に踏み潰す。これが多分謙信の方の最後の城になっているのではないかなというふうに思います。では一応ここは援軍の要請を出しておきましょう。そうだな、駿府あたりから思い切って呼んでみるか。いや、謝礼金を払うのはやだ。
金がない。ドケチだな、自分で言うのもなんですけど。となれば、いやー、金が必要ならちょっとやめておこう。このまま力攻めにしましょうか。ここでまた合戦ですね。野戦に入ります。では時間を進めていきます。はい、これで長尾家、まあ後の上杉謙信ですね、ここを従属させることに成功しましたね。よし、しかも武君も1、申し分ない。さあでは城に戻ります。これでだいぶ武田の勢力も膨れ上がりましたね。次の信玄のね、攻略目標が今川になるのか北条になるのか、旧主君にあたる斎藤家になるのか、ちょっと見ものですよね。では甲府の町に入ります。で馬屋に行って騎馬指示を受けておきましょう。もう何もない。よし、であれば国友村あたりまで足を伸ばして鉄砲を見ておきますか。でこの後なんですが、表情が来るまで30日しかないのか。騎馬指示、鉄砲、これが30日かかるとちょっと厳しいかな。30日やっちゃおうだ。得られるものは少なかった。急いで帰ろう。2日間で帰れるかどうかちょっと微妙だな。表情に間に合わないとまた面倒なことになる。いや、間に合わないパターンだ。5日以内だったら間に合うかな。急いで帰ろう。登場する。ギリ間に合った。危ない危ない。斎藤家攻略。信玄の次の目標は斎藤になったんだな。内政ですか。ここは大信県合戦だ。道山の城、岩村城を狙う。よし、合戦だ。今回はガンガン合戦するね。信玄自ら出陣。ただ俺は三井では出陣できないんだな。ちょっと体力がないんだな。しょうがない。これはじゃあ自宅に帰って薬を飲んでおきましょう。体力回復できなかったの痛いな。しょうがないけどね。では駿府にでも行っておきましょうか。もう光秀が何か学べるものというのもあんまりいない気はするけどね。兵法指南役、まあ、とりあえず茶を振る舞っておこう。では武家宅巡りをしておきます。では表情になりますので登場していきましょう。信玄は岩村城の攻略に失敗してますね。前回ここは懲りずに岩村城の攻略を合戦で
やりましょうと、そう進言しましょう。よし、再びだ。では合戦に入ります。はい、岩村城の攻略完了しています。今回も光秀がトップ。いいね、どんどん家老への道が順風満帆に進んでますね。では城に戻りましょう。で、時間もね、いい時間になりましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。